通大学の寮は学校の敷地内にあります。寮から教室まではドアトゥードアで5分ほどと近く、休み時間に部屋に戻ることも可能です。寮では世界各国の留学生と一緒に生活をしているため、中国語だけではなく英語でコミュニケーションを取ることもあります。休日の過ごし方ですが、学校の近くには旧フランス疎開が広がっており、おしゃれなお店や建物が多く、よく友人と出かけます。また地下鉄のアクセスがいいので、休日には観光スポットを回ってみたり、隣の市に日帰り旅行に行くこともあります。授業内容や時間割ですが、1年目は語学、リスニング、ライティング、リーディング、スピーキングの授業がほとんどですが、2年目になった今は古代文学、現代文学、経済学を中国語で学んでおります。食生活ですが、学内には食堂やレストラン、カフェ、売店があり、学内で3食食べることができます。またデリバリーサービスが充実しており、学校の門の近くまで届けてくれるため、多くの学生が使用しています。学校を出ると中華料理はもちろん日本食や洋食があり、外食することも多いです。留学で得たことは大きく分けて2つあります。1つ目は自分が何事も積極的に経験する大切さです。上海交通大学はコンテストや中国文化体験など様々な案内を流してくれます。積極的に参加することで学内外の友人や他のキャンパスの友人と出会うことができます。2つ目は中国への新しい印象です。発展のスピードの速さや経済方法が電子決済であること、デリバリー機能の整備、オンラインショッピング充実さらを自ら経験したこと、また中国にいる中国人の方々は困ってる人には常に手を差し伸べてくれる、その姿勢が温かく、今まで持っていた印象が大きく変わりました。